ようこそ。ゲストの息子のこんにちは、あたけんです。今回も楽しいゲームを一緒にやってこうぜ。よし。はい、ということで今回はね、海外のホラーゲーム2つ実況プレイしていこうかなと思います。はい、まず1つ目こちらですね。あの家か、あの家でいくつかのものを探しながら、いろんなお化けに遭遇するっていう感じのゲームですね。はい、ルールはよく分かっておりませんてかさ、このゲームタイトル画面なくて、始めた途端フラッシュライトって書いてあったんだけど、これのことかな。はい、たまたま挨拶中にこれ開けて見つけたんだけど、これは Hello, my name is Tom。 お、トム、俺の親戚だ。はい、トムありがとう。ちょ、気持ちだけ受け取っとくわ、その手紙。英文読めないからてかさ、地味に曲が幻想的じゃない？これ変えられないの？曲だけなくそうぜ。曲だけなくして雨の音にしよう。はい、雨だけの音みたいなね。雨の音も消えたわ完全に消えたわ、雨の音。あ、でも足音とかちゃんと聞こえるわ。オッケーオッケー。何だったんだろう、さっきの電気がついたり消えたりするような音。え、待って待って、え、こういうびっくり要素があんのまた俺の声でびっくりしたっていうパターンじゃん。俺のびっくりボイスの方が怖いみたいなね、コメントが最近多いんですよ。てか待って、ここ何しようとしてたんだろう。埋めようとしてたの、何かを。トムだな、多分トムの寝床を作ってたんだ寝床かっこ意味しいみたいな。はい、ということで、じゃあ入ってきましょうか、このお家に。インターホンがあるね。ちょ、真面目に鳴らしていきましょう。ピンポーン、お邪魔します。失礼します。やばいやばい、雰囲気出てる雰囲気出てる。あ、明かりあるね。あ、よかった、ついたついた。はい、うん、電話がある。写真か、何この写真、怖っめっちゃ怖くない？これ心霊写真？あ、開いた、勝手に閉まれ。心霊写真ってこんな堂々として写るもんなのどうなんだろう。はい、これまたトムの手紙。仕方ね、入ってやるよ。ん、ボールじゃん。何このボール、持てるんだね、ちゃんと。わー、楽しい、ボールで遊ぼう、みんな。これをこうやってポーン、さ、今ボールで遊んでる最中でしょうが。出ましょう。はい、ん完全に寝てる相手いびきかいて電話かけてきてんのかな。めっちゃ近づくじゃん、どんだけ近づくの。はい、他には何かあるかな。なんか物見つけるとかだけど、ふんふん、なんかあったぞ。フォトアルバム、ニュータスク。はい、お、ね、これも取れるの、すごい。じゃあ次はこれで遊ぼう。せーの、パーン。上に誰かおる。仕方ねえな、遊んでやるよ。ほら、ボールの一人遊びってつまんないなやばいな今の。うわー、結構雰囲気出てるね。早くね、時間進むの。え、何、何の音、何の音。え、また動いてんだけど、ボール。どうしてどうして、血ついとるがな、この包丁、血ついとるがな。やば、なんて、肉だけ。停電した停電した、待って待って待って、ちゃんとついてくれるんだ。痛いな電気つけよう、ひたすら電気つけよう。ここ、うわー、わー、誰かいるねー。失礼しました。こっちは何やってんの
何やってんのそこで。あれ自動販売機の前で100円玉落とした人みたいな。あれ僕の100円玉どこだろうみたいな。おお、お前どんだけボール遊び好きなんだよ。動いてる動いてる、今動いてたよね。絵も動いてるね。やべえぞこの家、この子近づく。めっちゃバカにされてない？バカにされてるよね多分。お前、ま、ま、おら、これ、これ、これでもこれ、ま、これも、この、めっちゃ笑うじゃん。痛い！無限ボール製造機じゃん。何この子。ダメだ。強すぎる。やつの戦闘力やばすぎるぜ。はい。ランドリーですね。なになに、なになに、何の音、何の音、何の音、説明して、説明して。ダメだこいつ。え、なにこれ、何が起きてんの。え、いや、地獄ヘルって。お疲れ様です。なんか鳴ったけど何だったんだ。ピアノが勝手に弾かれ、何してんの。あ今完全に踊ってたよなお化けが。何してんだあいつ、ボール遊びのお化けが何してんだあいつ。テレ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 テテンテレテレテテンじゃないんだよ。何も見つけてないぜ。フォトアルバムってのを見つければいいのかな。これペヤング食べようとしたでしょう。ここに住んでた人ん、また動いてたね。もう動かさないよ。この人形怖っ。何これ、ちょっとびっくりした。人形ごときでびっくりするとは思わなかったわ。はい、電気つけて。あ、いつでも外出れるんだ。よし、あいつ消えた？あ、消えてるね。こっちはいけないんだ。じゃあ上行きましょう。はい、暗いな。血が多すぎこの家。なに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 、あー、なにあいつ、お首がなかった。は、なんで、なんで頭ないのにハーハー言えんだよあいつ。どういうこと、鍵がかかって入れません。あ、めっちゃ景色いい、超いいじゃん。お前何してんだお前。今回このゲームで一番笑えるポイントこの子だと思う。はい、行きましょう。てかあいつすっげえ探索してんだよね。俺のこと探してんのかな。そうはさせねえ。お前何してんの。ちょっとセクシー。あ、どこ行ったの？一瞬立ったよね。何を見つけろって。近い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 、めっちゃ近くない？ダースベイダーが近い。ん？ドキドキしてる。なんだいこの胸の高鳴り。ひょっとしてこれが、ひょっとしてこれが恋って言おうとしたのに。びっくりした、不意のあいつは怖えって。やべ、俺序盤で叫びすぎて喉枯れそう。あー、こっからね。はいはい、ボール遊びした後ね。 OK。 あ、まだいないね。こっち行っ
ってこれ動いてるからもうそうはさせんっつってぶん投げて、あやばかったね。お前もやばいけどな。何この家、引っ越したい。でこれもぶん投げて、よしよし、 OKOK、 お、かまってって感じで来てるね。 OK、 あ、いない。あれ現れないのかあいつ。あー暗い。あー、いるねー完全に寄せれてたお前のことを。え、閉めんのかよ、人見知り。あの子供の霊みたいなの可愛いな。すぐ消すのやめてくんない。あ、いなくなっちゃった。シャイなんだよねあの子は。フレディじゃん。これ、エルム街だ、エルム街。フレディとかジェイソンとか怖いよね。見たことないけど。この左下に書いてあるやつを探せってことだと思うんですけど、おお、ここでも動くんだ。いた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 。ぶつけられて、で、この辺ですぐことになるんだよね。これ、セーブできないの？できないね。よし。怪奇現象を封じます、ね、怪奇現象が起きたらこういう風にね阻止すればいい、強制的に、はい、いろんな方法がある。よし、 OK、 これで動かねえだろあれ。ダメだなあいつ、飛び跳ねるな。必ず元の形に戻りたがるんだよなこの子、うん、最終的に、よいしょまともにやってねえな俺このゲーム。しっかりしろ、おだけん。曲があったら全然怖くないんだろうね。ちょっと出してみる？全然怖くねやっぱ曲の力とかって偉大だよね。絶対この状況でサザエさんの曲とかドラえもんの曲とかワンピースのウィーアーとか流したら絶対怖くないもんね。フォトアルバムどこですか？なんでこんなとこに。見てはいけないものを見てしまった。ほんとこの家血多いな。フォトアルバム。これどれだろう、どこにあるんでしょうね。これか、違うか、これでもない。上かな、広いなこの家。ない。え、マジでね、どこだろう。ひょっとしてこの中にあったりするかな華麗にスルーするっていう。やっぱランダムで出てくるんだね、あの顔面は。ここから出てきたしね。そろそろ出てきましたね、噂をしてたら。はい ちょっとでも動くと消えちゃうんだね。あ、あった、こんなところに。これでいいの？はい。ソックス。ね、マックスソックスって。こういうところに置かないで部屋に放置するタイプの人？ひょっとして。めっちゃ散らかしてんじゃん。誰だよ、こんな散らかしたの。俺か。これでしょ？あー、そういうこと？洗濯機に入れろって。わかりました。ランドリー。ランドリー。ランドリーどこだっけ？じゃあこっち、はい、あ、やばいやばい、はあはあ聞こえてる、はあはあ聞こえてる。ボールにつまずくなお前、閉めて閉めて。なんでボールに乗ってたの俺、やば、めっちゃ発狂してんじゃん。ここど、あ、来た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 、はい、ウォレット、財布。ウォレットってなんだっけ、お札とかだよね。いる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 。あいつから逃げながら、こいつから逃げながらウォレットを探すんだけど、もうやばい。来るか来るか、ほら来るなら来いよ。ほらベッドの上で跳ねてる。近い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 、ダースベイダー近い。なになになに
何やってんのやつ、遊んでんの、あの遊具で。おお、こっち来れねえだろお前。今のうちだ。この部屋にありそうじゃない。どれ。おお、ええ、どういうこと、どういうこと、え、なんで通ったのこっち。意味わかんねえ今の。何が起きた。さっきはこうやって認証しなかったものでも、今回の対象となるものを見つけたら認証するようになるのかな。え、財布がどれだかわかんないんだけど、財布かお札か。お金とかあった。どれだろう。むずいな、またこの心霊写真かよ。ところどころであるな。はあ、どういうことですか。あの首なしいなくなったね、消えちゃった。ん、何これ。なんか時間進められるんだけど。ん、電気ついたぞ。え、ねえねえねえ、これ時間で、あーぽいな、時間でこういうのが起こっていくのかな。腹立たしい踊りだな。なんだあいつ、ちょっとでも動くと消えちゃうからね。やめろその踊り。もうちょっと進めてみるか。これなんかなんのかな、進めたら。4時に、ん、え、ねね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 ね、ちょっと待って、これ今、時計離したらやばい気がする。バグ？首なしが俺の右にいる。あ、消えた！おお！あ、痛い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 、転がさないで。あー、こっからなんだね。はい、わかりました。ちょっとこのゲームは今回ここまでにしようかなって思います。はい。また続きやってほしい方、ぜひ高評価をしてくれると嬉しいです。では、2本目のゲーム行ってきましょう。ポン。はい。お次はこのゲーム、実況プレイしていこうかなと思います。かわいいな。めっちゃかわいいじゃん。もじもじしてんじゃん。トイレしたいのかな。さあ行きましょう。これカメラ固定なんだね。こういうのに見つかっちゃうとアウトなのかな。あはオッケー、いいね。こういうゲームも好きだよ。なんかアイテムとか見つけてくのこれ。あ、なんか可愛い幽霊いる。他になんか技出すとかはないもんね。めっちゃシャワー浴びてんじゃん。これのび太と静香ちゃんの関係性だったらぶっ飛ばされてるからね。キャーのび太さんのエッチーっつってね。あ、これはやばいぞ。ちゃ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 、な、なにこれ。ちょっと近づいただけだよ。もうちょっとお化けがドーンと襲ってくる感じとかないのかな。あ、あ、待って待って、ちょっとこれはごめんみんな。素直に謝る、ごめん。単純なミスだったわ今。はいよ、おどき、おいらはこっちに行きたいの。この端っこにいれば大丈夫でしょうね。よし、待てよ。来た来た来た。オッケーオッケー、今だな。こっちかな。なんもねえな。はいはい。危ない危ない。てか結構リアルなんだよねこのゲームも。よくできてる。家の作りとかね。さて行きましょう。お、まずいぞ。あー、危ない危ない危ない。え、ここにいて大丈夫かな。すごいとこでもじもじしてんなお前。地味に動いてない。俺地味に動いてるよね。あれ、幽霊来るの待ってんだけど、こっちまで来ないのかな。あー危ない。あー、なるほど、そこで切り返してんのね。こっち行きましょう。あー、まずいぞまずいぞ。危ない危ない危ない。これでいいのか。あ、来てる来てる、こっち来てる。
ケーオッケー。あー、最初からなのね。よし、戻ってきました。さて、何ここ、地獄の上に家が建ってるみたいな感じになってない？こっちでいいのかな。ちょ待って、終わり早ない？2個目のホラーゲーの終わり早ない？はい、ということで今回2つのね、海外のホラーゲーム実況プレイしてきました。お前の歩き方ニワトリかよ。みんな見て、ほら、コケココ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 コみたいな感じじゃない？はい、ということでこの動画がちょっとでもいいと思ったらいいねボタンを押してくれると嬉しいです。はい、それとね、さっきの1本目の動画のゲームですね、あれまた機会があったらやっていこうかなと思うんで、ぜひ見たい方は高評価押してください。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。ではバイバイ。